どうもエル歌舞伎のエルベダです。どうもデロニアヤシです。ということでね、ちょっと最近趣向を変えてまして、はい、まあ人ネタなんかもねいいんですけれども、うん、ちょっとね、はい、僕昨日配信した2009年のエル歌舞伎、はい、エル歌舞伎がコンビを組んだ年なんですけども、年の話でございます。今回はね2003年の何があったかというの、はい、なるほど。でなんで2003年かというと、うん、エル上田私がですね、うん、2003年デビューということで、あ、なるほど。まあちょっと低い人いると思います。17年やってるのっていうのはあると思うんですけれども、もうあと3年やったら20周年ですよ。そうね。で2003年っていうとね、まあ、僕が、高校卒業して、高校生18歳、卒業した年にですね、大学2ヶ月ぐらい通いながら、はい、養成所に行くお金を貯めて、はい、で東京 NSC という吉本総合芸能学院のところに、総合芸能学院っつうんだ、というかそういう名前だったと思うけど、に入るんです。で、うん、当時僕の元の相方、小中高の同級生の、はい、友達が、うん、別の同級生2人と3人で入ってたんですね。あ、はいはい、で3人でトリオだったんだ、ね、トリオではなくなんか別々でみんなやるみたいな感じをやってて、でまあちょっと僕も後から途中入学という結構珍しい形を取って入って、はいはい、うん、でそれが2002年で、その2003年の4月に、卒業して、そうね、5月に、で結構ね、まあ運が良かったんだけど、うん、デビューがなんとルミネ座吉本で、うん、ネタをできるという、で結構卒業何百組かいる中の4組ぐらいしか立てない、うん、あー、そういう感じ、オーディションに受かって、はい、まあ今思うとラッキーパンチが1本だけね、受けるネタがあって、うん、あ、はい、まあでだんだんこう撃沈していくっていうような、まあ、それが2003年なんですけど、ほうほうほう。デロリアンは2003年はいくつだ、俺が1個上だから、21だから、まだ、包丁握ってますね。包丁握って、包丁握ってます、料理人ですよね。そう、包丁一本ですよ。包丁一本、ね。料理人は清水明さんが歌ってるこの節しか覚えてないやつね。あ、そういう、はい、あるんだっけ？あるある。包丁一本。あったね。一本でも人参、二本でもなんとかってあるじゃん。あ、それとはまた別ね。数字の覚え方あるね。一本でも人参で、二、うん、本でも山椒、山椒じゃない。なんか通じる、ね、山菜とかね。山菜とか。まあ、全部なってて。なんかあったね、昔考え、俺は中学校ぐらいからずっと言ってるボケがあって、うん、9本でも受話欲中の牧野宝石っていうのをねずっと言い続けてて、それは僕の前の相方は、はい、あれはいいって言ってくれてあんま俺で笑ってくれなかったけど、はい、当時嬉しかった、はい、ね、そういうことがあったんですけど、はい、一応2003年何あったかな、まあ、今日あなたの思い出話し回ですか、ね、いや、そうですかちょっとね今知ってびっくりしてます。2003年何があったかというと、はい、グレタ・トゥーンベリさんが生まれてますマジで環境活動家の2003年グレタ・トゥーンベリが生まれてる日なんですか、ということで、はい、まあ、ある意味僕と同期というか、同期ですね、すごいですね。今じゃもう、うん、フォロワー数とか一気に抜かれてますよ、グレタに。そうか、あんなやってんの、なんか SNS 417万ぐらいかな、うん、フォロワー。あ、そうですか。環境少女グレタさんの方もね、うん、なんか半発売してたんでちょっと買おうかなっていう感じは、うん、してるんですけれども、うん、あと2003年はこれか、もうちょっとある種タイムリーになっちゃうけど、 SARS があったのは2003年でしたね。4月4日、あ、もうまさにね、これ収録してる日ぐらいですけど、へえ、ね、そこで発見されたんだ。 SARS はさ、うん、当時爆笑オンエアバトルでね、うん、ベースの花輪さんが SAGA 佐賀ってやつだから、うん、それもね、相方に SARS サーズってのどうっつって、うんうん、できるわけねえだろうっていうね普通に怒られた、うん、そうだな、そんなこともありましたね。それはそうだね、とかね、かなりね、まともな人と組んでますそうね、まともな人、結構ね今思い出すとね、デロリアンちょっと似てて、社会派なのよ、うちの前の相方。ああ、そうなんですか。なんか社会とかで100点取ってたのよ、学校にずっと一緒だからさ。あ、社会科ってのは社会が得意な人ね。あ、でもね、でもその好きだったの、歴史とか世界史とか、そういうのが結構詳しかったりとか。あ、社会はね、うん、分かりやすいからね。あ、これもあったんだ、うん、2003年11月に、うん、マイケル・ジャクソンが性的虐待の容疑で逮捕される、うん、長いね。だってそっからさ、2005年に、うん、全ての件に対して無罪評決が下ったんだよ。だからさ、1年半ですよ。1年半かかって、うわ、疑いが晴れるけど、うん、疑い晴れてるニュースの方が絶対やっぱ小さいじゃん。小さいし、でその後もさ、結構さ、ほらマイケルがさ、うん、子供をさ、なんかマンションの上のところでみんなに見せるために外にさ、ね、やったりとかっていう、ちょっと気候がありますよっていう方向にばっかり行っちゃったからさ、だから本当はまだそのやってんじゃねえかとかさ、うん、そういうなんかね、そうそうそう。で、日本の特番もあった、覚えてる？ディースディースってさ、ヨドバシカメラからいっぱい買ってくるみたいな、これ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 、うん、とかもあったりとかね、うん、あれみんな真似しましたね。
みんな真似したし、あの、ね、当時爆笑がヤバトルにさ、うん、ロケット団さん、はい、漫才今協会とかのね、もうかなりの浅草三重市みたいな感じの人、浅草三重市ナイツさん、ロケット団さん、はい、ダブルコロンさんみたいなネズッチさんのコンビでしたけど、はい、ロケット団さんがね昔ね、あの爆笑ヤバトルで、はい、なんか T シャツにジーパンでまだ漫才やってて、 T シャツにジーパン、吉田結構ゴリゴリのジーネタだから、吉田誰、英作だろ、吉田違うわ、吉田英作 T シャツにジーパン普通だろ吉田英作白って言ってないじゃん、吉田英作、吉田英作じゃないですよ、うん、ロケット団さん猪木の T シャツから吉田英作絶対ない、あ、そっか、出会いかな、猪木、うん、で、で当時ジーネタだからオンエア率やっぱ低かったんだけど、うん、たまに勝つと、うん、もう俺なんかすごい嬉しかったわけ、まあ、はいはい、こういうのが俺は漫才だと思ったから、はい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 、当時、うん、なんかふーっつって、あの赤ん坊をビルからこう、うん、落とすふりして、あ、であのツッコミの方が、うん、マイケル・ザクソンじゃねえかよってやってて、ね、マイケル、マイケル・ザクソンじゃねえかよってツッコんでるのを当時見ました、あ、なるほどね、うん、結構ストレートが結構剛速球投げてきますね、ロケット団さんね、剛速球よストレート、ロケットですね、だって正月のさ、はい、テレ東かなんかの番組で予選でさ、はい、で出るじゃん、出ますね、出ますね、で結構さ、うん、なんか北朝鮮とか話題になってる時とかさ、うん、我々名前がロケット団ですからねってストレートストレートを放るんですよ、で面白いよね、いや面白いね、あれ俺やっぱね、なんかね、オンバトとかって結構さ、どっちかっていうと分かりやすい漫才コントなんか重宝されがちな中で、おジネタでやってくれる人を見て、やっぱいいよね、漫才で、俺ね当時からやりたいなっていうのは、あで一番録画してた、毎週番組全部お笑い、あお笑いに関わるやつだね、全部ね、全部見てたね、はい、はいはいはい、俺も結構撮ってたね、あいつ君詳しかった、俺より詳しかったよ当時、あ今もうどんどん忘れてってるもんね、今だからまあ、うん、お笑いはある程度まあね、もちろん見た方がいい、勉強したから、うん、ちょっと違うの勉強してもいいんじゃないかっていうのは当時から俺らもね、うん、まあ、お互い喋ってたりして、もうエルトン号タカーズさんって止まってますからね、私は嘘つけボキャブラーからが出てた人俺文字の表記しか覚えてないよGO ね、はい、GO がね、あれはコンビニコントありましたからねそれはみんなあるだろ、大体それは大体みんなあるとかね、 あとね、2003年何があったかというと、うん、ターミネーター3があら公開になってますね、ダダスダスダダス3だから、あの女ターミネーターか、ね、あーはいはい、俺なターミネーター3はでもどう、正直こけてた、こけてたね、だよね、だって正直まず前も言ったかもしれないけどね、うん、正直ターミネーターが出てきたら丸裸なんだから、うん、パイオツぐらい見せろよと、なるほどね、そういうことなんですよ、パイオツ、パイオーツアブカリビアンもこの年公開されてます、あ、ね、絶対エロビであるだろ絶対エロビであるだろ、あと当時みんな言ってた、ね、パイオーツカリビアン、パイオーツオブカリビアン、なんかね、あ、結構名作多いね、スクールオブロックって俺気になってるけど見てないな、 あれね、あ、知ってます、キルビルこの年なんだね、 あとあれだよ、これ韓国映画だけど、うん、オールドボーイ、うん、と、はい、殺人の強くめちゃくちゃ面白いよ、あ、そうですか、面白い面白い、殺人の強く、このポンジュノっていう監督が、うん、の代表作だよこれ、あ、なるほどね、そうそう、この間ほら、うん、パラサイトで、あ、その人なんだ、そう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 、あ、長く活躍されてんだね、面白いよこれ、あとね、ファインディングニモってやつが面白いよ知ってる、この年公開された、知っとるわ、あ、見た、知っとるわ、俺まだ見てないわ、この時社会問題になったの知ってる、なんで、あのニモのさ、あれ なんだっけ、なんだっけ、なんとかクマムシだっけ、ワインディングニモってなんだっけ、あれ魚、魚、魚、うん、なんとか熊の実だっけ、うん、なんっけ、それが子供が欲しくて買っちゃうんだけど、うん、映画の中でトイレから海に脱走するやつあるから、子供がみんなトイレに流しちゃったりとかして、あ、買ってきたやつを流しちゃうっていうの で、 それでだからさ、かわいそうなことになったんだよ、これ一概に言えないよな、例えばさ、うん、コンプラポリコレがうるさいって言うけど、うん、今聞いたの聞くと、うん、それをするやついるんだっていうことで、子供がいると俺ちょっと思っちゃった今、だからうるさいと思う反面、いや、うん、それはそうだ、だからみんなが良きものとして見ているところに恐ろしさがあるから、うん、たけしさんも言うじゃん、ああ、なんでそういう暴力的な映画を撮るんですかこの世の中でってね、うん、じゃあ平和な映画撮って世の中は平和になったのかいって、なるほど、ね、返すわけじゃない、たけしさんと歴史を見ろと、そうそうそう、だから映画の何が関係あんだよっていう、そう、すごい返してる、だからちょっとね、うん、俺はびっくりしたね、この時のニュース、あとラストサムライがあらこの年公開ということで、これね、ケン渡辺さんの、あ、そうですよ、まあ、日本読みで渡辺ケンなんですけど、ラストサムライはね、うん、ゴジラキングオブモンスターズで去年かな公開された映画見に行った時に、はい、
ちょっとまだ見たい人いるかもしれないけど、まあまあ、その一箇所だけはして、まあはい、渡辺謙も世界から集められたゴジラ研究チームみたいにいるわけですよ、はいはいはい、でゴジラをもう巨大なゴジラを抑え込むためかなんかに、うんうん、その地下の溶岩のところで放射能を打ち込むことができれば、うん、なんか一回危機を回避できるみたいなね、はいはいはい、でも誰かがそれをやったらそいつは帰ってこれない、うん、なるほどっていう役を渡辺謙がずっとラスト侍なんだないやもうそのイメージあるんだろうなだろうね、そのイメージがあるんだろうな、あ、それこそ俺さっき言った追憶の殺人っていうやつはね、うん、去年だったか、これね連続殺人事件で本当になったものをテーマにしてるんだよ、はいはいはい、で終わり方とかすごいんだよね、うん、その刑事がスクリーンいっぱいにこっち見て終わるのよ、うん、あ、つまり犯人を俺はお前を追ってるぞっていう、ね、刑事がアップで打つのよ、ちょっとメッセージ性投げかけじゃないけどっていう風に見れるやつだったよ、うん、去年その人逮捕されたんだよ、え、俳優、違う、犯人が見つかったって20年ぶりぐらい解決した、あ、何、ノンフィクションなの、ノンフィクション、一応ノンフィクションのやつ、え、じゃああれよ、話、物語を作ってるやつ、あ、原作、あ、だからこれを元にして作ってますやつね、そう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 、で、これは去年、うん、逮捕されたんだよ、これはもう別で収監されてたんだよ、じゃあ2003年に映画だったやつが去年か、2019年に、そう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 、で、事件自体はもう90何年とかの事件、ね、もうちょっと前かな、だから面白いね、そう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 、なんかこれ振り返ると割と今に繋がってる話がいっぱいあるもんね、まあ、あるね、一応あのスクエアエニックスになったのもこの年、あ、今年、あ、そのことか、あ、2003年、2003、あ、そう、スクエアとエニックスが一緒になった、俺だからこの前ダースレイダーさんと3人でやってる配信で、うん、スクエアエニックスになったの忘れて喋ってたもんね、あ、確かに、普通にエニックスとか言ってたもんね、うん、そうそう言ってたの、そんなだったんだ、まだか、ほとんどスクエアの時のねロゴだけどね、あロゴとか真っ白のとこにね黒ロゴで、あ、そうかそうか、そうでしょ、それでわかる、パワーバランスがパワーバランスわかるよななるほどね、エニックス吸収されたんだって、たまに食べたくなるのがあのエスニックですね、はい、です、美味しいですからね、エビとかいいですからね、まあまあまあ2003年ね、はい、こんで当時俺はやっぱね、うん、今みたいにこういろいろ調べてネタ作ったりしなかったから、うん、これ全然普通に懐かしいのと全然分かんないのがいっぱいあったの当時のね、当時はやっぱそうやってやってなかったんだな、ね、確かにね、まあまあ、そう、誰面白いやついるんだって芸能人探してる時代ですからね、そうね、そう、なんかね当時ねまだ分かってなくてオンバトとかずっと見て、あ、そっか、パターンを分析してた時代だったね、だからお笑いは詳しくなったね、はいはい、あの田上義恵さんとか、そう、なんでそこなんだよオンバトだね、いいんだ、バーテンダーも面白いんだ、女王といえば、そうそうそう、バーテンのねネタも R1 の決勝やってました、まあまあまあそんなとこですかね、はい、明日はね、はい、ちょっとデロリアン愛称のデビュー年を、デビュー年を何やってるのかっていうのをちょっと振り返っていこうと思います、はい、お願いします、といったところで、また明日お聞きなさってください。